はいどうも、エテポンゲです、今回はこの武器集め、何でも武器になる RPG っていうフリーゲームをやっていきます。ね、フリーゲームはね、いろいろと何本かやったことあるんだけど、この武器集めっていうの相当ぶっ飛んでる、作り込まれた面白いゲームらしいのでやっていきます。こんな感じでいいか。いつもね、取り始めって難しいよね。ニューゲーム取り始めってむずいよね、本当に。だから本当ね、武器を集めるゲーム、レビュー読んだんだけど、なかなか絵が可愛い。そうそう、まず絵が可愛いよね。好き、このタイプのね、絵好き。とある平和の、とある平和な世界の平和な村に住む見習い武器商人のウエッゴ、一人前の武器商人を目指すウエッゴは、今日も強い武器を探して歩いていた。ウエッゴって何？その時、なんとスライムの群れに囲まれてしまった。あら、戦うにもウエッゴは武器を持っていない、絶体絶命のピンチ。しかしウエッゴは、ウエッゴでいいね、もうウエッゴには一人前の武器商人になる夢がある。こんなところで負けてはいられない。開始早々ゲームオーバーを避けるため、ウエッゴの全てをかけた戦いが始まる。始まるまあ、これね、フリーゲーム、フリームでね、やってるんだけど、特にね、ダウンロードとかもしてないんだよね。ブラウザでそのまま遊べちゃうタイプの感じ。キシャーキシャー。ウエコは考えた。素手で戦っても勝ち目はない。何か武器になるものはないだろうか、と。その時、ウエコは死んだお父さんの最後の言葉を思い出した。まあ、こう見えてね、元声優なんで、しっかりね、役作ってね、ナレーションしていくんで、よろしくお願いします。元声優なんで、ウエコ、本身、いいか、よく聞け。どんなものでも武器にして戦う。それが真の武器商人だ。ガク。ウエコは思った。お父さんありがとう、と。武器がないなら武器となるものを探せばいい。さあ、武器になりそうなものを拾って、あのスライムの群れをやっつけよう。移動は、矢印ね、オッケー。シフトとで方向転換、シフトな、オッケー。またはウエコをタップして引っ張る。あ、なんかスマホでもねできるらしい。スマホかな、タッチパネルのタイプかな。 F キーで武器チェンジ、武器を拾う D キー、D 待機、 SS A A 薬草、 A や薬草、 A だけなんかすごいな、ピンポイントやな。とりあえず FDSA な。 D キーまたは武器を拾うボタンを押すと、目の前または足元の武器を拾います。はい、D キー、難しいな。とりあえずこのスコップを拾う。はあ、はい、装備します。エンターキーまたは攻撃ボタン、または敵をタップすることによって、攻撃します。はい、攻撃範囲の確認、シフトキーまたはウエコをタップすることで装備中の武器の攻撃範囲を確認。シフトキー、まあ、シフトで方向で待機、まあ、シフトは結構使いそうだね。シフトね、覚えておきます。初めて入手した武器はどんな武器かが分かりません。はい、未解禁状態、未解禁状態の武器で敵を一度でも攻撃すると威力や効果などの詳細な情報が分かるようになります。はい、武器の耐久値、
武器にはそれぞれ耐久値が存在します。耐久値は敵に武器を当てるたび1ずつ減少し、ゼロになると武器が壊れて、なくなってしまいます。壊れた武器は持ち物から消え、もし拾ったものであれば、拾った場所に復活します。ほう。ただし耐久値や、金床での強化はリセットされます。ん、了解した。とりあえず壊さないようにした方が良い感じですかね。でちょっと操作覚えようか一回、シフトキーを押すことによって、ちょっと待ってね。ああ、タップでも、あ、間違えた。俺タブボタン押してた。タブボタン、シフトキー、あ、こういうこと。シフトキーで攻撃範囲 OK。 宝箱があるじゃない。すいませんでした。はい、で F で攻撃。違う、な、あ、間違えた。これ F は攻撃じゃない、エンターだ。エンターが攻撃。返事がない、ただの屍のようだ。屍のようだ。戦闘自体はローグライク系だよね。一歩動いたら相手も一歩動くっていう、攻撃。はい、スコップ、穴を掘るための道具、武器として扱うことも可能。一旦行動不能、 30% の確率で相手を一旦行動不能かな。うん、強いのかなこれ。まあまあまあ、一撃だから強いと思う。はい、お、とりあえず倒しちゃおうか。このままここで素振りね。ローグライク系といえばね、まあエテポンゲだ。ちょっと何言ってるか。はい、あ、なんか、なんかダイヤモンドみたいなの出た。拾ったアルマの石を、装備は？はい、メニューボタンを押すことでメニューを開くことができます。エスケープキー、うん、武器一覧で、管理装備を変更、武器の装備の変更は通常時に F キーまたは武器チェンジボタンを押すことでも。はい、了解。さっきやったね、間違えて。これ戦えんのこれ、石ころで。おい、音で、シフト押しながらこっち向いて、ほれ、来た、えい、弱い、壊れた、はあ、手に入りにくく貴重な素材壊しちゃった。あ、痛い。ちょっと待って、これ F キーを押して武器装備した方がいいよな。で、へい、あ、ちょっと待って、これレベル上がりました。ボーナスを一つ選ぼう。HP か攻撃力か守備力じゃない、運。あー、なるほどね。減少率で回避率、いや、やっぱパワーでしょ。パワーが一番大事だと思うわ。やっぱり RPG において、 RPG においてパワーこそ何よりも大事。それ拾いたいんだけども、それ拾いたいんだけど、どやかわいいよな、この絵のタッチ。めっちゃ好きやわ、めっちゃかわいい。こうして植子はさまざまな武器を使って見事スライムの群れを、撃退したのであった。この調子で一人前の武器商人になるぞ。植子は心の中でそう思った。植子の武器集めの旅が今幕を開けたのである。スライムがまあいいね、めっちゃいいねこのゲーム。癒されるわ、絵のタッチに癒されるわ。
これえてパソコンのホーム画面に設定しようかな。このこれ押さなきゃ進まないのね。はい、ホーム画面に設定しよう。で一応ねオートセーブにしてるからいいんだよね。普通にセーブ、まあ2番とかにも書いておくか。うん。戦いを終えて疲れた上子は一旦自宅に帰ることにした。お、でけえ家だな。でけえ家だな。いい家に住んでんな。あ、お姉ちゃんお帰りなさい。ポンミ妹。名前ってな、何からこれ由来してんだろうね。ウエコとポンミって、ウエポンか。天才だわ。えて天才、天才かもしれない。ウエポンだ。そんなことがあったんだ。大変だったね。だけど無事でよかったよ。お姉ちゃん強いんだね。可愛いな。そうそう、可愛いな妹。可愛い。今週の週刊武器春、武器春、武器春でいいんかな。武器春にこんな記事があったんだ。読んでみてよ。発見、伝説の武器。この世界にはいくつものロマンが眠っているが、とても、とてつもなくロマンに満ち溢れた情報が我々の元に舞い込んだ。なんとこの世界のどこかに太古の昔に封印された伝説の武器が眠っているという情報だ。その武器の名は強すぎて草生えるソード。くさ。はい、くさだね。さぞかし強いんだろうね。さぞかし。この噂を聞きつけた冒険者たちが夢中で探し回っているが、いまだに手がかりすら得られていないらしい。あなたも伝説の武器を求めてロマンあふれる大冒険に旅立ってみてはいかが。どう、なんか面白そうでしょう。伝説の武器か。お姉ちゃん取ってきてよ。超高く売れるかもよ。使うためじゃないんだね。あ、まあ武器商人だもんね。武器商人だもんな。そうだわな。驚きのあまり声が出ませんでした。強すぎて草生えるソード、いまだ、誰も見たことのない伝説の武器。ダサくねえ名前。そんなすごいものがこの世界に眠っているなんてロマンがあってワクワクする話なんだと上子は思いました。ん、どうしたのお姉ちゃん。喋らない系かな。本当に伝説の武器を探しに行くの。冗談で言ったのに。いいねけど、その何、上子がこう何ドラクエ的にこう声を発さないみたいな、あの心の中の思った文をこう言ってくれるみたいな、 なんて言うんだよ。いいよねそういうの。本気なんだね。お姉ちゃんは止めても、聞くような人じゃないのは分かってるよ。行ってきなよお姉ちゃん。お店のことは任せておいて。店番ならやっといてあげる。その代わり絶対に見つけてきてよね。強すぎて草生えるソード、なんかかっこいい呼び方ないかな。強すぎて草生えるソード、どう。強すぎて草生えるソード、いいね。これでいこう、うん、死んじゃったお父さんのためにもね、あえてはっきり読まないっていうのが一番かっこいいのかもしれない。自宅ではいろいろなことができます。とりあえず、びっくりを調べてみよう。これ、調べるはエンタ。いらっしゃいませ、こちら家事や電話サービス、家事ゾンです。あら、まあ上子さん、いつもごひいきにしていただいております。あの武器を今すぐ欲しいけど探しに行くのがめんどくさい、そんな時ってありますよね。そんな時うちに電話していただければ光の速さで作ってお届けに参ります。何や、吉丸屋よりも、スマル屋よりも早く、それがカジゾンのモットーでございます。なんで牛丼屋と比べんの。はい、鍛冶屋では発見済みの武器を作成してもらうことができる。未解禁状態の使ったことない武器でも可能です。作成した武器を、武器はすぐに受け取ることができます。作成には作成費用、お金が必要です。また武器ごとに作成できる数に限り。はい、
だから一回見つけた武器だったらお金を払うことによって、この鍛冶屋さんに頼めば作って持ってきてくれるということだね。うん、まあまあ今はいいよね。なんか使えそうな武器が見つけ次第ね、もしそれが本当武器のさ耐久値壊れたってなった時に使おう。妹のポンミに話しかけることで上子の HP や状態異常を全回復することができる。さらにお金を払ってさまざまな強化を行ったり薬草を買うことができます。手伝ってもらう、店や武器庫の、拡張などさまざまなことを手伝ってもらう。お金が必要です。薬草好きなだけ買うことができます。薬草の代金は買うたびにほんの少しずつ上がっていきますおリアルリアル。はい、薬草買うか。うん、薬草だね。うん、じゃあ一つちょうだい。10円。はい、いらない、もういらない。いえ、1円上がった、1円上がったここは、不要な武器を商品棚に置くことで武器を売ることができます。商品棚1つにつき武器は5個まで置くことができます。置いた武器は現実時間で10分から20分で、売れます。ゲームを閉じている間も武器は自動で売れます。売れた武器はなくなってしまいます。もし拾ったものであれば拾った場所に復活します。ただし耐久値や金床での強化はリセットされます。OK、OK だね。うん、ちょっと今読むのに必死で全然理解が追いついてない。うん、OK。とりあえず置けると、置いて売ることができる。1300円高っ、売る。ちょっとバック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 。まず、F キーで、装備外して、うん、これを売るで OK。 ちょっとこれでエスケープでいいか。はい、よし、これで10分から20分経てば売れると。武器屋ウェポヨヨンの売り上げ成績の本がある。ウェポヨヨンはこれまでに武器を0個あ、なるほどね。なるほどね。 OKOK、 ここで販売した、武器がここに登録されていくよっていう感じか。 OKOK、 壺とかなんか調べれるんですね。壺ある、うん、うわラッキー、買ったけどね。でさ、これ何でも武器にできるらしくてさ、とりあえずこれやばない、ガーラみたい、砂漠のガーラみたいになっちゃった。かっけえ。うん、やった。もうどんどんさ、これ集めていこうぜ。なんかんで集めてさ並べようね。これ600円、もう店にあったもんだけど、うん、売る、うん、売る売る。これ開けるか、開ける、うん、開けるか。装備する、装備、装備する。俺は装備する、開けない、装備する絶対強いじゃんこれ。角が絶対強い、これ角が絶対強いわ、これあーだよね。ああー、え、なに、普通に拾おうとして振らん。敵は H… ああ、なるほどね。敵は HP を減らして拾うことができるらしい。うん、武器を売る、うん、これを繰り返すし経験値が、はい、わかりました。これは、置かれている金床を調べることで武器の、手入れをしたり強化したりできる。うん、修理する、手持ちの武器すべての耐久値が、おお、いいね。研ぐ、武器の威力と会心率が上昇します。何度か使うと効果が切れます。はあ、
メッキ、武器の耐久値が減らなくなります。チートじゃないか、もうそれはチート級だな、それ。鍛える、武器を鍛えることでレベルを上げ、武器の威力を永久的に上昇させる。やば。で、アルマの石が必要で、アルマの石は魔物だ。あー、壊したわ、1個。俺1個壊した。しかも1個拾えなかったし。おっさん、お主知っておるか。はい、こいつ、もうこういうやつは、もうこれ老害っていうね、やつ、俗に言う、俗に言う老害ってやつは、もう こういうやつはもうね、あの攻撃できんかな、攻撃したいな、攻撃できない、これ拾うか。おい、かかってこい、これ。ちょっと攻撃できないわ。うん、こらこら、二人ともあっぱりはしゃぎすぎるなよ。空飛ぶほうきって知ってるか。魔女は空飛ぶほうきでスイスイ移動するんだ。俺も欲しいな、空飛ぶほうき。ポンミのやつが持ってるとか言ってたけど、どうせ嘘だろうな。お前、ポンミを嘘つけようやつ、ぶち返すぜ。わいわい、クボ、く、なに名前、え、元気な兄弟、クボタ。こっちは。なぎな。なぎな、お前は許さん。ちょっと。約束使っちゃった、約束使っちゃったよ。絶対強いじゃん、これ。シュート。来た。おい、おい、ハゲ。てめえ。てめえは。やべえ、耐久値全然ないじゃん、これ。よし、よし、捕獲。やばないこのゲーム。ちょ、売るわこれ、売るわ俺これ。いくらで売れんのこれ。あ、ちょっと待って、装備外さなきゃね。うん、木はとりあえず宝箱かっこいい。2160円。はい、GG は2160円で売れます。はい、よし。とりあえず、まあまあまあ、ちょっと街探索も兼ねて話しまくるか。うん、村の外はモンスターがたくさんで危ないわよね。なんでも魔王の仕業らしいよ、イルミサ。あら、やだ、早く最強の勇者様が魔王をやっつけてくれないかしら。こっちは若いか、若い女は高く売れんじゃないか。お、やめよう、ちょっとやめよう、そういうの。うん、人身売買はやめとこ、人身売買は。うやこちゃん、いらっしゃい。今は夫と息子たちが外で遊んでいるのよ。あ、外、あれ、あいつらか。なんかさ、もっとベッドとか強いんじゃない絶対だけど、耐久値がな、低いもんな。なんか木が2だからな。木、床まあまあいいや、床でもいいわ。これ、あ、これはいいか。猫とかもさ、なんか召喚獣的な感じで、もしかしたら強いかもね。うん、とりあえずちょっといっぱい持てるだけ持っといた方がいいよね。うん、このページ1ページだけかな。うん、こんだけか。とりあえず持てるだけ持っとこう、なんかいろいろ。よっしゃあ
可愛さが増した。上子ちゃんでね、武器屋さんは、繁盛してる。伝説の武器を探しに旅に出るってすごいじゃない、頑張って。あ、そうだ、この前なんか強そうな武器もらったんだけど欲しい。私じゃ難しくて使えそうにないのよ。上子ちゃんの旅の力になればなと思って。でもその代わりちょっとお使いを頼みたいんだけど。まあ仕方ないな、強い武器くれんなら。うちの右側に雑草が生えすぎて困ってるのよ。その雑草を全部掃除してほしいの。はい、わかった。右側、うちの右側の雑草、ん？これかな、草むら。もうシュールすぎるよな、シュールがすぎるよなこれ本当に。とりあえずちょっと草を全部取る。草をなんでやねん、なんで。マジでこれいいの、いいんだったらいい、いい、ごめんな、なんかごめん、わ、なんか申し訳ない、ごめん、なんか壺じゃなくて俺下のやつ、とりあえず草、なんかごめんな、ほんとごめん。あ、武器庫に送ったって。あ、持てなくても武器庫にさ送れるんだ。じゃあもう全部、フローリングはいいや、めんどくさいし。フローリング、はい、花なんかあったの、花、ご、お、花なんか、花よりお前家とか取っちゃったけど、まあいいや。船、花、これか、これをどうすんの、どうすんのこれ、ん、これを、これを、いや、薬草つけちゃった、薬草つけ、ね、これどうすんのこれ、戻すってどうやんの、は、破棄な、オッケーオッケー、破棄、エスケープで、あ、これ多分装備変えとかないとダメだよな、これ外してエスケープで、アイテム、これを破棄、よし、これでいいんか、一旦村の外に、あ、オッケーオッケー、村の外な、村の外に一回出る。村から旅立とうとしたその時話進んでもうたがな、話進んでもうたがな、おい、ふと父のことを思い出した。それは上子がまだ幼い頃の話。上子とボンミの父、上ポ父、彼は一流の武器商人であった。ウェポ父は商売のうま、さもさることながら武器の腕も一流であった。なんか武器かっこいいくない、妖刀、サムライソードだね完全に。俺はこの世の全ての武器を手に入れる、それがウェポ父の口癖だった。ウェコは父の姿を真似てそこら辺の草を武器に見立てて遊んで遊んだりしていた。ウェポ父はウェコの憧れの父だった。はあ。しかしある日、ウェポ父は急に姿を消した。そして数日後。もしかしてこれ、ボスって、ラスボス、ウェポ父的なやつ？そんな気がする。なんか、邪悪なウェポ父。
その何絶対そうでしょ、もうキプレイって言われてもこれはもう仕方ないな、こういうとこ鋭いから、えてこういうとこだけはめちゃくちゃ、上子、ポミ、いいかよく聞け。どんなものでも武器にして戦う。それが真の武器商人だ。上子の、上子のロンティめっちゃ可愛くない？あの、一番、あの、右側の、あの、剣だけ、顔がついてて、その、命吹き込まれてるわ。一番右側の剣だけ、命吹き込まれてる。ガク。上子は思った。名言っぽいけど全く意味わかんねえと。上子父は息を引き取った。上子はその後自然と武器商人を目指していた。心の中のどこかで父の背中を追いたかったのかもしれない。はあ。上子は空を見上げ父の武器を振る姿を思い出していた。さあ、お父さんみたいな武器商人になるために絶対にチュロスギクサイフソードを手に入れるぞ。上子は改めてそう思ったのであった。世界を回って伝説の武器を手に入れよう。一回戻るけどね、すぐに戻る。こっち、あ、戻ってるね。うん、ありがとう。これ俺、わ、なんて読むのこれ、雷槌、雷槌の杖、見たことのない武器だ。使って効果を確かめよう。おう、強そうな、杖でしょ。私にはちょっと装備できないみたいなの。聞いた話だと振るだけで誰でも魔法が使えるんだって。便利な世の中ね。振るしかないでしょ、こんな。うい、はあ、かっけえ。これは強い。絶対に絶対に強い。これ大事にしよう。これ絶対強いから。ちょっと話しかけていこう。ランヤパ、ランヤパ、探し物があったらとりあえず洞窟が怪しい。これはおじさんの故郷に古くから伝わる伝承の一つだよ。そうか。うん、ご飯屋さんかな。トンファ、ここの飯は中毒性があってうまいんだ。毎日通いたくなってしまう。なんかやべえもん入ってんじゃないかそれ。大将、固め濃いめトッピング、野菜まじまし、油まじまし、ニンニクまじまし、辛めまじまし、マヨまじまし、でんで、隠し味が効いていて美味しい。絶対これなんか薬的なやつ、薬的なやつ入ってるだろこれ。これは持っていく、持っていく、これは持っていく。調べるってのも拾いまくってるけどさ、あんま調べてないよね。そういや、やっぱ樽とかは調べよう、ちゃんと樽とかは。でこれはもうもらっていくよね、もらっていくよね、これはとりあえず、とりあえずもらうよね。あ、もら、あ、そうか、なるほど、天才か俺。で調べたらいいんだよこれ。わっ、アサシンダガーしまう。絶対強いじゃんこれ。天才キプレイだわ、キプレイ完全に。こんなもんかな。これなんだこれ、わかんないもんは拾っちゃえ。わかんないもんは拾っちゃえばいいんだよ。ね。お、おっさん。え、ブレイク。妻は、わしの妻は寂しがり屋だからね。毎日顔見せてやりに来てるんだ。そうか。そうか。寂しがり屋な奥さんだったんだね。解放してやった。いいことした。ああ、出ちゃった。ちょっと一回さ、とりあえず拾ったもん確認しようぜ。一回。で、並べよ。家売ろ、家。家を売るわ、俺。武器庫から選ぶ。おお、いっぱい、いっぱい。もうか、武器商人っていうか、家具屋じゃん、もうこれ。家具。で、これ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 。選ぶ、売る。
売るしょ。で、あと高いやつ売ろうぜ。高いやつ。ベッド高、ピアノ高、ピアノ。よし。よし。で、アイテムのさ、入れ替えとかできないのかな。ちょっと聞いてみよう。手伝ってもらう。うん、違うな。あ、売れた！なんか売れた！何が売れた？売れたけどまだ。スコップが売れました。持ち物から選ぶ。持ち物いっぱいだもんな。ベッド高いから。で、エスケープキーで、あ、倉庫、武器庫で取り出すとかできないのかな。アサシンダガーがさ、これをさ、あるじゃん。んで、ババアの墓はまあ、いや、いつか売ろう。とりあえず、アサシンダガー絶対強いから、これを装備するっしょ。ね。はい、強い、絶対強い。しょ。もう、間違えて、薬草がどんどん減っていく。薬草がどんどん減っていくわ。薬草補充絶対入ってる、ここに。100円。うん、薬草ないわ。うん、どうしよう。まあ、一通り、とりあえず最初の村調べれたっぽいから、うん、出かけるか。うん、ね。強い武器、探しに。行こうぜ。で、一回拾った武器はさ、やっぱ一回使わないと、その、能力とか耐久値が分かんないからな。これ、どっちに行くのが正しいんだ？これ。ちょっと待ってよ。この、アサシンダガー。まあ、耐久値はまあまあいい。暗殺に作られた探検、急所を突くには、高度な技術が必要。即死 10%。うん。なあ、強ない。うん、まあまあ悪くないかもな。悪くないかも。ウエカは武器を変えることができない。なんで？なんで？呪われてんの？なんで？なんで？なんかわからんけど、あ、武器か。あ、なるほどね。なんか状態異常食らってたんだ。了解した。よし、こいつ強そう。ニス。しかし、イカづちを落とす。はい。追い打ち強ない、この武器強。これ壊さんようにしような。これは間違いなく攻撃力。お主は旅の方よ。ここに進出すると森があるぞ。森には不思議な洞窟があるが、何やら得体の知れないものが入り口を塞いでおる。ちょっと待って、あれも試したいよね。そうなるとやっぱこれで一回芝居ときたいよね。多分これ攻撃範囲めちゃくちゃ広いと思う。あ、前マップ攻撃みたい。前9マスだね。33の遠距離攻撃。強赤の他人の住んでる家、武器にして、怒られないのか不安だ。うん、実に不安だ。あ、強いわ。家強いけどめっちゃ邪魔。まあ、いろいろ試していこうぜ、武器。
話す。こんな古ぼけた、小屋に一体何の用じゃ。せっかくのなんかこれは何がせっかくじゃい。まあいいだろう。ただしこちらの条件も飲んでもらうぞ。わしの名はウォンバー、木こりをやっておる。わしはこれまでずっとダーガと二人で暮らしておった。ダーガはまだ幼いうちに事故で両親を亡くしてな。その後わしが引き取った。孫娘のように可愛がってずっと世話してやったというのに、あいつはだんだん反抗期というやつで生意気な口ばかり聞くようになってな。やれいびきがうるさいとか、一緒に服を洗濯しないでとか言い出しよった。そしてこの前ついに家出しよったのじゃ。しかももう二度と帰らねえよクソじじいと言い放ってな。うるせえクソガキと言おうとしたがあいつはすでに飛び出していきよった。チキショウ、わしもあんな生意気なガキの顔なんかもう見たくないがな。でも最後にうるせえクソガキと一発言ってやらないと気が済まねえんじゃ。何なのそれ。仲直りしたいとかそういうわけじゃない。無理やりにでもここに連れてきてくれんか。その代わりわしの取っていくのもんもや。オッケー分かった。絶対武器くれる。髪の色をした女性だ。よろしく。赤い髪の、女の子はな。オッケー。とりあえずスコップ取っとくか。しまう。スコップは取る。スコップ強いもんね。よし。赤い髪の女の子いたら、どうしたらいいんだ。多分ね、装備っていうかアイテムにして持ってこなきゃいけないと思う。多分ね。よし、ほい。宝箱、攻撃力20で耐久が5。武器としてはぶつける他ないようだ。いや絶対強いでしょこのカード。カード強い。うん、私がアドバイスしてやろう。敵を拾いたくなったら弱らせることだ。体力が存分に余っていると振り払われてしまうぞ。まあまあ敵もとりあえず拾ってみようよ。うん、これマップとかないのかな。でこれしまう。変な草しまう。売れお、いい削り、いい削り。収穫、化けキノコ。よし、手に入れ。ああ操作が逆になった。ちょっと待って、ここ何。魔女の家。敵か、敵だな。49、32、痛いんだけど。50、おーしよしよし、捕獲。あ、やばい、死ぬ。あ、もう殺すしかない。ちょっと、いや、回復します。うん、はあ、あんたが助けてくれたのね、ありがとう。これはお礼よ。いや、石5個ありがとう。魔女クレイモア、クレモア、あなたは上子っていうのね。数日前急にさっきの気持ち悪い触手が床から生えてきたの。もちろん私は抵抗した。もちろん私は抵抗するので体に巻きつかれて私の魔力を全部吸い取られてしまったの。エロいね。あ、オッケーオッケー、分かった。本体を倒してこいつの魔力を元に戻してやれば、多分占い的なので、いろいろと手助けしてくれるんだろう。 RPG でよくあるタイプのやつ。なんでそんな森に一人で住んでるのかって。彼女は、人前に、あ違う、魔女は人前に姿を見せちゃいけない決まりになってるのよ。だから友達がいないわけじゃないわよ。いい、友達がいないわけじゃないわよ。どうでもいいから、触手の本体を倒してきてよ、お願いね。私的には近くの洞窟が死ぬほど怪しいと思ってるわ。わかった。わかった。水晶とか取りたいけどさ、取ったらなんかまずいことになりそうだな。でも取る。でも取る。取る。これも取る。よし。
ね、武器はいっぱいあった方がいい。コウモリ的なやつ。寝てる？ああ、怪しいな。バキバキ怪しいな。あれだろう、絶対。ちょ、さっきからずっと宝箱で戦ってるけどさ。14、まあ、けど強えんだよな。強えんだよな。アサシンダガーとかより強え。耐久が1か。これはけど置いときたいよな。なんかボスとか出てきたときに。草多くない？ツボ売れ会心。ツボ終わった。ツボ必ず会心だって。ツボツボ大量に拾っとくってのもありかもしれんね。まあちょっと耐久あるし、ダガーで進めていくか。でいい感じに削れたら獲得する。俺あん、おお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 、2回攻撃だ。いいね。ちょっと待って、倒しきれる。よし、うわー、薬草がなくなったけどいけるかな。ちょっとちょっと、ね、ちょっと2マス移動。替えのコウモリ、替えのコウモリ拾っとこう。あー、ちょっと待って、薬草買いに行こう。薬草買いに行こう。うん、ちょてめえ。崖なんだろうな、このもう マップガンガン壊しちゃってるよね。うん、もう、あー、ちょっと待って、うわー、やばい。あー、遠距離攻撃。平和村から再開。お金を373円。まあいいだろう、うん、ジジイを何、ジジイ一人売ったら2000何本だから、いけるいける、全然それはいける。お前はこんなところで死んではならない。うん、帰ってきた。とりあえず薬草買い込みます。あー、これ、うん、こうしよう。こうした方が家入りやすいし、うん、な、こうした方が家入りやすい。こうした方が家入りやすい。全部売れてる。うわー、どうしよう、 HP 上げとくか、なんか HP 上げとくわ。置くよ。持ち物、てか草はいらんよな、捨てよ。どうせ弱い、こんなのどうせ弱いし。これは並べといて、家並べといて、とりあえず OK で、武器庫から選ぶ高いやつをね。崖意外と安いな。家選ぶ。敵もそんなや、うおー、ん、これ反映されてなくない？バグってんのかな。反映されてないけど、まあ、まあまあ置いたことになってると思う。いいいいか。お、いいね。5個14760円。よし、とりあえず薬草売ってもらって、薬草買いたい。10個5個。あー、上がってるな。5個、うん、よし、うーん、こんなもんか。 F で、ちょっと待てよ、メッキ、これメッキとかしたいもんな。19だろ。ちょっと草捨てるわ、草邪魔だ。草破棄します。破棄、芝もいらん、草むらも絶対いらん。
これはちょっと使ってみたい。キャサリン。キャサリンね。キャサリン。よし。で、ツボは 100% 回心が出るから、持っていく。ツボは一撃で壊れるけど 100% 回心だから、これがもしかしたら攻略の鍵になるかもしれん。あとなんか武器になりそうな、強い武器になりそうなやつないかな。まあ家は結構強かったけどね、家。看板とかは？看板とか持ってくか。井戸魔人井戸魔人です。よし、さっきのとこまで戻るか。ついてこないで。あ、違う、いらない。来い。よし、井戸強い。おばちゃんのたまり場になりがち。そこに落ちると出るのは難しい。井戸強い。耐久値低いけど。で、ここが魔女のとこだろ。あったあった。ちょ、ニワトリついてきてんな。よし、ちょ、井戸強えな。井戸強え。これ近づいたらあれだもんな。ね、ちょ、あ、ちょっと待って。家持ってなかったっけ？あるじゃん。自宅右。崖もちょっと取り出したほう。崖取り出して、あんでキノコ取り出す。んで攻撃範囲広そうな、これも取っといて、んでとりあえずこれを装備して、シフト押しながらもう一歩前。よし、ここでうれ。よし、長年暮らしてきた我が家の右半分、ブンブン振り回せば武器として使える。あ、強えわ。うれ。よし、何いつの間に。ちょっと家で見えんかった。ちょっと毒やめてくれ。よし、毒。ちょっとマジで見にくいこれ。本当にコウモリ。一回調べてで拾う石碑。さすがに無理だな、これはな。こっちは逆に、逆に無理か。しゃあない、行こう、諦めよう。伝説の武器を探し歩く上子は怪しい洞窟にたどり着いた。幻想的な雰囲気のその空間には強い魔力が張り巡らされているのが感じられる。石碑持ってる。手に持ってるのが石碑で、前に置いてあるのが石碑。シュールがすぎるな。でももしかしたら伝説の武器に関する手がかりがあるかもしれない。そう言い聞かせ、上子は恐る恐る足を踏み入れていくのであった。セーブと武器庫が使用できなくなるので、注意し、あー、なるほどね、 OK。 なお拾った武器を武器庫に送ることは可能。わかりました。なるほどね、こっからはもう手持ち勝負ってわけだね。強そうやな。はあ、遠距離攻撃しっかりしてくるタイプね。6マス。あれ、もしかして武器チェンできんくなったこれ。あれ、ちょっと待って、よく動かなくなる。あ、オッケーオッケー。まあ、こういう時はね、シフトキー、よしよし。やっぱ遠距離攻撃てか、ああ、いいねいいね。家強。よしよしよし。うらっ、全体攻撃。家強。よし、石拾って、
で、とりあえず読むよね。同じ地を二度踏んではならぬ、4つの、問いに答えよ。さらば扉は開かれん。はあ、これが多分扉か。びくともしない。うんうん、だよね、だよ、さすがにね。絶対強い、これ。あー、寝てる。で、同じところは二度踏んじゃいけないって言ってたから。しゃあない、これは一発受けよ。はい、強っ。で、こうか。なんかあんのか。遠距離攻撃してきそう。よし、きた。強いね。レベル5。前回 HP 上げたからな。上げとこ。攻撃と HP 繰り返していこう。まあ基本攻撃寄りだけど、ね、はい。やばい、クマ壊れるんじゃないこれ。うわ、絶対強いじゃん。ちょっと待って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 、こういう時はタブじゃなくて武器をなんかいらないの捨てた方がいいよなこれ。まあコウモリちょっとあと1やから。間違えた、装備しちゃった。エスケープでこっからこれを破棄、あ、武器庫にしまうってあるんだ。まあこれもしまっとこう。うん、で拾って装備。おっしゃ、絶対強いでしょこれ。だけど氷に氷は効かなそうだしな。避けれるやつは避けよう。上だよね多分進むとしたら。あ、けど前1マスかこれ。あ、しまった、間違えた。てい、あー、やっぱり、あー、やっぱ効かねえよ、効かねえ効かねえ、効いてねえ。ってことは、ってことは武器持ち替えてキャサリンにして、あ、回収する。マジか、振り払う、もう一回。あ、ダメか、ダメだ、諦めよう。回復しまーす。これ上行った方がいいよな。あ、てめえ、ちょ、キャサリン持ってきててよかった。なんかまた強そうなおるな。あ、ちょっと待って、これ、あ、やったかもしれない。行き止まりだ。こうだ。よし、来た。30。うわっ、え、クリスタルめっちゃいいじゃん。ランダムで攻撃魔法めっちゃいいじゃんこれ。ただ耐久が2発で終わる。使い捨てだな、使い捨て。ほわ、強っ、強っ。もう壊れたらしゃあないな、いっぱいあるし。うん、しゃあないしゃあない。うん、壊れたらこうやって拾えばいいんだし、これ。うんね。あ、もう、いや、来たぞこれ。火を、火を出して、火、ファイヤー強っ、マジ強、マジ強だわ、マジ強。よし、んーで、クリスタル壊れそうだけど、シフトを押してこっち、ほい。あー、やめてー。ちょっと信頼できない、ちょっとこれは。ほれ、なめるなよ。うちの家の右半分だぞ、強いんだぞ。うちのうちの家の右半分は強いんだぞ。崖も強いんだぞ。うらぁ、
よし。崖。よし。ちょっと待って。これを拾いたい。拾う。よし。んで。戻ってきたけど、いいんか？これ。雷そんな食らわないか。氷出てくれ。氷。死んだけど。難しいなこれ。こう。よし、一撃。あ、もう一発。これは捕まえられないからな。もうそれが強そう。そのフレーム強そう。え、どうすんのこれ。4つの問いに答えよ。どういうこと。あー、わかった。あー、わかったわかった。全部踏めってことね。わかったわかった。はいはいはい。やっと理解したわ。やっと理解したところで、これしまっときます。はいはい、そういうことな。ってことは倒さなきゃいけないわけか。けどもうすでにこれ無理じゃない。踏み荒らしちゃった後だけど。あ、重なることできるんやね。うん、これでいいんでしょ。いけるかな。もうちょっと踏んだ後だからな。ちょっと切り株試すか。ちょっと待って、考えろ考えろ。こう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 、うーん、こうでこうこう。ああ、やめてくれやめてくれ。今あた知識使ってんだ。今知識使ってる時にちょっとやめてくれ。ちょ、崖持ってこようかな。もうちょっとで、こうで、あー、これ無理か。トントン、あ、いけるな。トントントンで上から回って、やけど下踏まなきゃいけないな。下あれどうにかしないとな。下こうしとかないと無理。あー、間違えた。終わったか。終わった。ダメだ。どうやっても無理だこれは。あ、こっからやり直させてくれるの。めっちゃ助かるじゃんそれ。だからこのここら辺のくぼみをうまくこう。ダメ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 、あの端っこ置いといたらダメだよ。こうして、ちょっと邪魔しないでよマジで。でこうで、これを取ってしまって、こう、オッケー、よし、オッケーオッケー。火を出せ天才。よし、レベル6、 HP 上げよう。よし、これももう一回踏まなきゃダメだもんな。踏んで崖装備して、崖壊れるで、シフト下押してベシッ。武器フローリング、あ、ちょっと待ってくれ。これ敵がおってもさ、こう右とか行けちゃうから、ずっとシフトの癖はつけなきゃな。しゃ、フローリング弱い。フローリング弱いぞこれ。捨てよう、使っていこうこれ。あんまり効果ないこれ。うん、絨毯まだいい。
絨毯まだいい。これだな。まあ下から抜けていくとして、難しいよねこれ。そんな難しく考えなくていいんかな。上から攻めて、でシフトを押しながら石碑、重要なことが書いてあります。しかし文字の解読は非常に困難。混乱 70%。 あ、いいね。 70% で混乱、相当確率高いよそれ。これまあ攻撃力そんな高くないけど、でこう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 で、こっちは踏んどかなきゃいけない。でこうしてこうこう、あ、ちょっと待って、大丈夫これ。あ、ちょっと待って、やったかこれ、やったくさい。やってんなこれ。あ、わかった、俺一周してくるわ。ちょっと一周してくるわ。ちょ、やめてよ。お前次火打ったら怒るぞ。あ、もう許さん、許しません。ちょ、火のやつ強え、攻撃力パーない、こいつ。やっぱ意外とクリスタルがいいかも。ちょ、追加効果の魔法がランダムなのがちょっとあれなんだけど、全体的に炎出たら、あ、よくよくよく、ブルーゲイツ敵無限湧きなんだろうねこれ。おい、よし、マジ炎のやつが厄介だよな。これ1個下に回っといて、あっ、あ、薬草5個です。あ、はいはいはい、5個使わされた。5個で復活できるらしい。よし、ちょ、おっきい方のつららも取っとこ、取っとこ。でかくり、でかく、失礼、ちょ、失言だったわ今のは。今のは失言だった。こ、あ、縦2マスでいけんのか、いいね。耐久はやっぱり低いね。でとりあえずあっちは下から回るとして、こ、いや、ブリザード、寝てるやつは起こすなよ。こで、これで壊れちゃうから下のやつを回収すると、下のやつを回収。あー、またこれも中途半端にやったな。うるれ、右行ったらダメ、1個下に下がってこうで、こう、とりあえず順番に踏んでいって、マジ水差し上がるこいつら。あー、これダメじゃん、どっちにしろ。右行ったらもう戻れないから一回ミスっとこう。これはこう、こうで、これで終わり。よし、で、上の
クリスタルを回収。こう、あれ？こっちから？こっちからスタート。こう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 、だから踏めりゃいいんだもんね、とりあえず。これでいいでしょうね。よしよし、踏めりゃいいんだもん。あ、間違えた、やめて。あ、倒して。おー、キャブね。あ、あなかなかのね、作り込まれている具合が、いいね、このゲーム、実に。あ、右半分戻ってきてるわ。いいね、なかなかその、ちょっと入れないんだけど、こっちから。こっちから入る、もう取る、もう取る、それは。それは取る。で、ちょっと待って、タブ F で。とりあえずこれ装備しといて、ちょっと一回休憩しよう。うん、ちょっと休憩してもう一回氷のとこから始めるわ。うん、はい、ではお疲れ様でした。